ですよ。天の聖杯と同じ舞台に立てるなんてね。なぜドライバー、なんかダメージが連動してるみたいね、あの二人。天の聖杯は今人と同じで不死身じゃないんだ。だったら十分弱らせておいた方が後の作業がやりやすくなるね。ホームラン！まったく目が離せんな。お前たち二人からは。バンタムさん、こういう敵にはこんな戦い方もある。いやー、何よこれ。エーテルの流れが乱された。これじゃ造反馬が作れない。案外もろかったな、貴様の技は。はぁー！キッ！アキリアクどもが揃いも揃って。氷がそがれました。カムイ、物語を再興するよ。了解。チッ！傷は大したことない。疲れて眠ってるだけだって白子が。そうか。俺また力を使いすぎちゃったのかな。まあレックス、俺とあの義経ってやつの違いは何だと思う？そりゃあいつはホムラを狙う悪いやつで、バンダムさんはいい人？そいつはありがたいこったが、どっちも違いはないって言ったらどうする？村の連中は義のために戦をしてると信じているけどな、義のある戦なんて存在しねえんだ。義なんて言葉はな、手前勝手な強弁よ。戦は戦、自分を守ろうとすればするほどそこには対立が生じる。それが拡大したのが戦だ。つまり俺には俺の、奴には奴の戦があるってこと。でもあいつのやってることは。当然だ、法廷なんかしねえよ。レックス、戦は力だ。だが力はそれを使う者の心の形でいかようにも変化する。力を恐れ守ることを放棄しまったらそこで終わりだ。何が正しくて何が間違ってるかなんて誰にも決められねえ。ならとことんお前の大事なものを守れ。大事なもの？それがお前の戦だ。俺の戦。